今日はここから外れないように頑張って話していこうと思う。気づいた人たちも結構多いと思うんだけど、私の点数の表示がちょっと間違ってたんだよね。実は厳密に言うと2位は私だけじゃなくて同率だったんですよ。2位2人なの。まあマスケンプさんと同じ順位だったんだけど、これ私たち点数一緒じゃないっていう話をしてだよねって、おそろっちの順位でございましたね。1位が2人出た場合は EX の合計で優勝者を決めますっていうことだったんだけど、まあ、私としては順位そのものには別にこだわってるつもりはなくて、私の今回の目標は1点でも持って帰ることだったんですよ。4点持って帰れたので、次戦でね、順位とかがね変わったところで、もう私は本当に頑張ってやりましたっていう気持ちには変わりないんで、そこはなんていうの、ご安心くださいみたいな感じですかね。ほのぼのさん、こんばんは。2位おめでとうございます。ありがとうございます。同率2位です。当人同士で話はついておりましていや絶対私4位だと思ってたし、1点も取れないと思ってたから、下手したら。結局 KAC っていう大会そのものがさ、優勝かそれ以外かじゃん。やはり世の中はローランドなんだなと思います。2位3位が複数人いたとしても耐えて順位を出すことはしなかったんじゃないかなって思います。なんせ順位間違ってんのは私は悪くないし、祝ってくれたみんなも悪くないんで、ちょっとねだいぶグダっちゃってたからね、あれなんだけど、点数が変わろうが私の喜びは変わらないです。ありがとうございます。お祝いとかもね、そうめいちゃんなんかはねファンアートも書いてくれちゃったりなんかして、今までラビちゃまを書いてくれた人は何人かいたんですけど、私を書いてくれた人ってあんまりいないんで、いやめっちゃ嬉しかった、本当にありがとうございます。あれは印刷してうちに飾らせていただこうと思っております今回は全部も1日にギュッて詰め込んでたんで本当に忙しかったと思うし、バタバタしてたからさ、裏の方でスタッフの人たちとかも、だからちょっとあんまり強く言えない、いや強く言った方がいいのかな計算違い、ポイント表記違い、名前表記違い、ちょっとな、許してあげよっかとは言い難いよな朝なわけでまず1個目終わりました。私が一番伸びた曲はリメインとダダダですよね。物量系があったじゃない、あの新曲のね、スパードリとマスマティカル、あれが本当にしんどくてさ、私が A も B もどっちも5位だったんだけど、マジでどうしようもなかったんだよね、あの順位。どう頑張っても4位に行かないし、予選ブロック A の時点でもう、あ、これ5位だって思って。どうしようもない5位だって思ったんだけど、まあ、そこで諦めずに B ブロックも頑張って5位を維持したっていうのは、結果的にちゃんとつながってくれたので、本当に頑張ってよかったなとは思うんだけど、4位に入れなくてもできる限りやるっていうのを目標で頑張ったのね。だから繰り上がるとももちろん思ってなかったし、やっぱねやれるだけやってみるっていうのは大事ですね。今回のこれはなかったので、私は前回の KAC でも決勝自体には行ったんだけど、決勝の中の決勝予選みたいなとこで落ちたから前回もらえなかったんですね。めでたし、本当にめでたし、こんなもんでいいかな、まあ、私が頑張って5位にいた理由ということですね。頑張ってやれるだけやろうと思った、それが全てですね。3番目、まさかの繰り上がりのお話なんだけど、みんなすごくうまいんですよ。私なんかね、本来ならあそこにいなかった人間なんで、誰も私に期待してなかったと思うし、そんな中でもやっぱり応援してくれる人っていうのはいたし、そういう人たちに
いい土産話をね持って帰れるように1点でも取ろうっていう気持ちになれたのは、やっぱ私5位にしがみついてよかったなっていうのは、それはすごい思う。私はね今回すごい複雑な立場なんで、いろんな意味でね、その時のツイートにも書いた通り、まずは自分が繰り上がって出場できるようになったことは素直に喜んでおこうって思ったわけ。本当に出てよかったなって思ってるんで、結果やっぱり予選の話になるんだよね。予選頑張ってよかった、全てはそこにつながるわけだ。で、まあもちろん対策とかさ、自分が何投げるかとかももちろんめちゃくちゃ考えたし、直前まですごい悩んでたんだけど、同じくらい悩んでたのが当日の服装なんですよね。結果腕はなしにして非常に控えめな格好で行ったわけなんですけど、ただ別に控えめに行く必要はなかったなって、そっちの意味では後悔してますね。 KEC の本番が終わった後でもう全部装着しましたけど、よく動画でさ、フリフリヒラヒラで DDR やってるじゃない。動画撮ってない間も本当に私は服装でプレイしてるし、これからもそうありたいと思って決めてるんですよね。別に DDR をおろそかにしてるつもりなんて全くないし、ファッションと矢印を踏むっていうそのゲーム一セットなんだよね、私の中では DDR っていうものが。こればっかりはちょっと理解できない人は多いと思うし、なんなんこいつって思う人ももしかしたらいるかもしれないんだけど、私はそういう考えなんですよね。自分に自信がないからさ、珍しく遠慮しましたね。キラキラヘアピンこっちにしかつけてなかったしね。本当は当初は両方につける予定だったんですけど。おしゃれして DDR したいってのはわかる、気合入る。うん、フリフリじゃなかったらラビちゃんらしくない。まあもう本当皆さんはさ、もうこういう感じの私しか知らないわけじゃない。 DDR を始めるよりも先にファッションの方が先に来てたのさ。だからそのままの私で DDR をやってるだけなんです、私にとっては。黄色と黒のしましま私持ってなくて、買ったんよわざわざ。私ちゃんとガーターつけてねやってたんだけど、そのガーターが結構強力でさ、穴開いちゃって、めっちゃ、どうしようこれ。私って結構特殊な考え方とか持ってるっていう自覚はちょっとあるんで、これをね、いかに人に言葉で伝えるかっていうのはちょっと常日頃悩んでるところでもあるんだけど、まあ少しでもニュアンスが伝わればいいなって思います。これを機にね。繰り上がりの話っていうかお洋服の話になっちゃったんだけど、あ、繰り上がりに関しては、繰り上がったことについては、そのさっき言った通り素直に喜ぼうっていうのを決めたっていうのと、5位に頑張って5位を維持してよかったなっていう、この2つですね。で、4番選曲対策、なぜあの選曲にしたかってことなんだけどさ、最初にみんな一人ずつさ意気込みと曲を言うじゃない。私だけ最初に曲名言っちゃったのちょっと理由があって、意気込みの課題曲をお願いします。はい、私が選んだのはベターザンミーです。ベターザンミー、うん、これ言っていいかな、言っちゃっていいよね。目の前にスタッフさん隠れてたの、意気込みと課題曲をって荒木さんが言ってんのにね、前の人が曲名って言ってくるから。だから私曲名から言ったんだよ。したらなんかさ変な感じになっちゃった。そう、あの曲ね、お話しかけられて、私あの曲大好きなんですよ、なのでめっちゃ嬉しかったですって言われたりもしたんだけど、ああ嫁曲の人がいてよかったって思ったんだけど、でもやっぱりほとんどの人はあの曲でピンとくることはなかったと思うんだよね。ただ純粋に単純に私が直近で高いスコアを出せてたから、そしてある程度練習して安定させることができたからっていう、それだけです。あそこにいる人たちであれば難なく踏みこなせる程度の難易度でしかないんだよね。みんなの選曲を見た時にさ、え、デルタチャレンジ、え、
大阪さんってなるじゃん。もうそういうのはもう他の人にお任せしていただいて、私は癒し枠ということで。ソータさん好きやからおってなった。あ、そっか、あれソータさんの曲なんだ。もうそっからだよね。他の3曲の中で一番きつかったのは、そらお前デルタやろ。まあアルパコアは投げるよね、そやっていう感じだったんだよね。まあでも私アルパコア鬼なんかあったっけって一瞬思っちゃったんだけど、ただデルタマックスチャレンジって思って、もう女性部門の人たちもフリー部門の人たちも筐体の周りでうろちょろしてたからさ、もう女性部門何の曲になったんって聞かれた時に、こう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 でマスキンプさんがデルタマックスの鬼って言ったんだけど、鬼って言っててやりたくないって本当にみんな言ってた。だからその本当にさ、みんながマジで選びたくない曲をさ自分で選べるっていうの本当に強みだと思うし、マスケンプさんのすごいところって本当にそれだと思う。あの人はなんか弱点ないよね。対策っていうところなんだけど、対策も何も対策できないんだよね。トーナメントとかじゃなくて4人一斉にやるわけだから、3人が何を投げるかっていうのを予想してこなきゃいけないんだけど、いくら17を対策しようとしたところでカバーしきるのは無理なんだよね。でそんな中で自分ができることってなった時に1点でも取っていくことなわけで、そうなると、まあ、必然とああいう曲にはなるわけよね。みんなさスコア高かったじゃない、ベターザンミーが。もちろんあれも予想してたんだよね。誰かはパフェ15個とかそれぐらいは絶対出してくると思ってたし、やっぱそうだったじゃん、15以上は出てたかみんな。そう、私のスコアがさ自己ベに対してかなり下振れしちゃってて、パフェ16とか出ちゃってたでしょ。だから危なかったんだけどね。まあ下振れしてもなお大丈夫であろう曲を選んだとはいえ、それにしたってちょっと下振れすぎた。自己ベがねパフェ16だったの、本番で出したまさにあのスコア、あれが今までの自己ベだったの。それをちょっと練習し始めてパフェを詰めてパフェ3まで詰めることができたんですよ。それが今回私が言ってる1点でも取って帰るっていうところに行くんだけど、まあ1点だけ取って帰るぞとは言いつつも次戦だけは1位を取るつもりで来たけどね。でなんとかギリギリ取れたから本当に良かったけど、今回のイベントでさらにラビ様が DDR の腕が上達していくことを応援してます。頑張ってください。これから夜勤行ってきます。行ってらっしゃい。ご自分の土俵に引きずり込んで結果2位、お見事ですよ。ありがとうございます。選曲の時点で駆け引きが始まってるみたいでドキドキですね。そうなんだよね。攻撃的な選曲もあったと思うんだけど、私の場合は周りは見てないの、もう私っていうこの感じで曲を選んでますね。で自分ができる限りのできる範囲の中で勝とうとするっていう、レベル15のベターザンミーで勝ちに行くっていう、私はそこだけを見てるわけだから、だから別に本気出さないとか頑張らないとか勝てないから諦めるとかそういう話ではないから、じゃあいざ17が飛んできました、ああ勝てない無理だやめますって、そんなわけないじゃん。そういうことじゃないから、私が言ってるのは。どうせ勝てないのになんでそんなに必死になるのって言ってきた人がいたので、今回はなんでそんな負けると思いながら挑むのって言ってきた人がいるし、自分なりに相手にちゃんとぶつかっていってるつもりなんだよ。で別にさ、その負けを認めるイコール不真面目になるっていうわけじゃないんだよね。自分の弱さとかを自覚した上でそれでも頑張るっていう気持ち
を培えたんじゃないかなと思います。5番、締めに入ります。物販を買いましたっていう話ね。まずアクリル IC ケース、まあこれは使わずに取っておきます。でこちらのタオルですね、でっかめですね。ボーカルオーディションとクリエイターオーディションのこのエミとレイジ、え違う、え私の好きなレイジじゃないけど、まあいいや、でかめです。このように上にももうねタオルもう飾ってあるから、どこに飾れって言うんでしょうね。あとねでかいね。もう一個あるんです、買ったやつが、クイズマジックアカデミーでユリ、うわマジ知らねえやついる、待って、私のレオン、あレオンいた、レオンいました。レオンちょっとさ、なんか胸筋やばくない。これを買ったのなんでかっていうと、ここにレオンがいるからなんだよね。私ねレオン大好きなの、これだけ欲しかったの。なんで端っこなのよ、端っこか。パセリで購入するとさ、なんかパセリくんのグッズが当たるっていうのがあって、ステッカーセットとでっかい缶バッジと E パスが当たってさ、もう私がカバンにさこのステッカーが入ってるっていうことを忘れてね、あのビニール袋ごとタオルごとぐるぐるぐるバーンってカバンに入れてたせいで、ステッカーがねすごいかわいそうなことになってしまって、ファイルしてぺったんこにしときます。予定時間大幅にオーバーしてるんだ。なのでちょっとここでスパッと切らして、じゃあねお疲れ様でした。予選の時点で他のお三方にはすごい差をつけられてしまっていたし、みんな弱点なんてないくらい強いと思うんですけど、ここで萎縮してもいられないので、今まで努力してきただけの力を出し切れるよう全力でぶつからせていただきたいと思います。最高の思い出を北海道に持って帰ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。努力の記載ですからね。ラビ様選手の自己ベスト3個、これは間違いなく自信を持って持ってきたと。さあスタートしていきました。ラビ様選手がオプションミラーですね。他の選手は正規かなと思います。さあ全選手順調に前に進んでいっております。1位から4位までは5点差6点差というところで、まだまだ点差ない状況といって差し支えないでしょう。さあゼロ選手どうですか、ここまでの4選手のプレぶり。そうですね、かなり僅差な状態なので、ここからどう戦況が変わるのかわからないですね。やはり先ほどゼロ選手がおっしゃっていたリズムがこう少しずつ跳ねリズムといいますか、トリッキーになってくるところで、まあ、差がつく可能性が高いかなというところですかね。そうですね。さあそういった中で選手とラビ様選手が先頭を走っている状況。さあそこから10点ほど離れたところでマスケンプ選手、安藤ちゃん選手がほぼ同点で走っているような状況になっています。だこれは順位点1位2位と3位4位それぞれ点差ありますから、かなり重要な1点になりそうですね。さあこのスキップですね、こういったところパーフェクトが出やすいんです。毎回思います、なぜ DDR のパーフェクトは減点なのか、全然パーフェクトじゃないんじゃないか、毎回思うところでございます。さあ1位先頭並びました。さあポー選手とラビ様選手が同点に並んだ。ラビ様選手1点前に出た。さあ最後のフレーズに入っていく。さあ逃げ切れるのか、それともポ選手逆襲があるのか。ラビ様選手見事に1点差逃げ切った。